どうも、ベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本の美味しいものを皆さんに紹介していきます。今日皆さんに紹介いたしますのは名古屋グルメです。今回は名古屋にありますおすすめ二郎系ラーメン3選を紹介していきます。ぜひ皆さんの参考になればと思いますので最後までご覧ください。それでは早速いきましょう。レッツゴー。まずはじめに紹介する二郎系ラーメン店はこちらです。名古屋駅から徒歩5分のところにあります麺屋満天さんの二郎系ラーメンです。こちらのお店は名古屋駅周辺の中でも特に人気の二郎系ラーメン店です。こちらはこのお店の営業時間となっているんですけれども、木曜日と日曜日は昼のみの営業となっておりますのでご注意ください。そして満天さんのメニュー表はご覧の通りとなっております。定番の満天ラーメン、そしてトッピング全のせの満天デラックス、とてもボリュームたっぷりですよね。そして汁なしラーメンが用意されております。やはり今回はこちらの麺屋満天さんの満天ラーメンの野菜増し増しを注文いたしました。そしてこちらが満天ラーメンでございます。麺は並盛りとしているんですけれども、どうですかこのボリューム感ですね。非常に富士山のように高くそびえ立つこちらの野菜とニンニクと、さらには背脂が印象的ですよね。まずはスープから一口いただいていきます。スープを一口いただきますと、こちらのスープ、野菜も一緒に炊いたスープのおかげか臭みが全くなく、意外とあっさりとしているのに驚きました。しかもどこかあっさりとしていて、甘めの醤油豚骨スープになっております。非常に美味しいです。そしてこちらの上に乗せられている野菜たちをこちらのスープに浸していただくのがおすすめの食べ方でございます。続いて麺をいただいていきます。こちらのラーメンに使用されている麺は国産の小麦粉を使った自家製麺の太麺です。麺の色がとても美味しそうで、こちらのスープとの相性もとても良くて美味しいです。すするたんびにこちらの小麦の風味を感じるのは、まさにこちらの麺の特徴と言えるんではないでしょうか。そしてトッピングされている大きめの分厚いチャーシューもいただきました。しかもこちらのチャーシュー意外と柔らかいんです。醤油ダレに漬け込まれた風味があるこちらのチャーシューはこれだけでも美味しいんですが、スープに浸して食べると柔らかくて美味しくいただけますよ。そして中盤に差し掛かったところで味の変化を楽しんでいただけるのもこちらの二郎系ラーメンの食べ方の特徴といえます。卓上に黒胡椒が置いてありますので、ぜひこちらのラーメンに振りかけていただいてみてください。黒胡椒が加わることによってより美味しくいただけること間違いなしだと思います。ぜひこちら麺屋満天さんを注目してみてください。続いて紹介いたしますのは名古屋市長区の伏見にお店を構えるラーメン第3です。こちらのお店は提供するラーメンとさらには接客もピカイチで、このエリアではよく知られている人気店です。11時の開店前から長蛇の列ができるほどの人気店で、開店と同時にすぐ満席になるほどの人気店なので、時間に余裕を持っていくことをお勧めします。注文しましたラーメン第3の二郎系ラーメンが運ばれてきました。名古屋の二郎系ラーメンの中では最も美味しいと言われているラーメン第3のこちらのラーメンのスープからまず一口いただいていきましょう。濃いタレで醤油しすぎず、醤油や旨味を感じる淡麗なスープに仕上がっています。ですがちゃんと二郎系らしいジャンキーさも残しつつも、ラーメンとしてのクオリティも追求されていて、とても美味しいスープになっています。さて麺も一口いただいていきましょう。王道なワシワシとした二郎系らしい麺に関しては独特の弾力と食べ応えが十分にあります。一口一口ずつ食べていくとこちらのラーメンの良さが非常によくわかりますし、これまたこの虜になってしまっている自分がおります。そしてトッピングされているチャーシューの方は程よくワイルドさも残しつつも、味がよく染み込んでいて美味しいです。油がとろける分厚いチャーシューも食べ応え抜群なので、ぜひこちらもチェックしてみてください。二郎系ラーメンを食べた後はニンニク臭が気になるところなんですけれども、ラーメン第3のラーメンは是が非でも食べていただきたいです。ニンニク臭なんて気にならないほどの本当に美味しいラーメンなので、こちらは絶対に訪れるべきだと思います。続いて紹介いたします二郎系ラーメン店はこちらです。ラーメンの豚山さんです。東京都をはじめとして店舗展開をしているこちらのお店はまさに圧倒的な中毒性を感じることができるラーメンに仕上がっております。名古屋の中でも特に人気の観光エリアでもあります。今回は大須店にお邪魔いたしました。店内に入るやないや、こちらの券売機で食券を買って注文するスタイルです。店員さんからラーメン提供前にニンニクは入れますかというふうに聞かれますので、ぜひ全マシと答えていただければと思います。そして今回注文した全マシはこちらの通りとなっております。どうですか皆さん、このボリューム感満点のこの全マシのラーメン、非常にインパクトが強そうですよね。まずはこちらのレンゲを使ってスープを一口いただいていきましょう。
スープを一口いただきますと、こちらのスープは少し甘じょっぱさが残る熟成のスープとなっているようです。厳選した大量の豚肉と豚ガラを使用していて、呼び戻し製法により旨味を増幅させているスープ、これまた美味しいです。大量にトッピングされている野菜たちはスープに浸していただきますとより美味しくいただけます。さらにもやしのシャキシャキ感も相まってとても歯ごたえもいいですね。さあ麺をいただいていきましょう。こちらのラーメンに使用されているのは 100% わしわし系の麺でございます。弾力性もあって歯ごたえ十分の麺となっております。スープと麺を紹介してきましたけれども、やはり豚山さんといったらこちらの分厚いチャーシューではないでしょうか。豚山の名に恥じぬトロトロ系のチャーシューに仕上がっております。他の店舗に負けない力強いスープにコクのある醤油だれ、さらには柔らかい豚肉とボリュームたっぷりの野菜が特徴の豚山さんのラーメンは、こちらも絶対に食べていただきたい一品となっております。しかも豚山さんのラーメンというのは味わいもコクもしっかりとしていますけれども、重たすぎずに全体的に食べやすいなという印象を抱きました。ですが全増しにしますと終盤らへんはだいぶ胃袋がきつくなってきますので、ぜひ自分の食べられる量を注文していただければと思います。味の変化も楽しんでいただけるように、卓上にはいくつかラインナップが取り揃えておりますので、味の変化も楽しんでいただきながら美味しいラーメンを堪能してください。今回こちらの動画では3つの二郎系ラーメンを紹介してまいりましたけれども、最後におまけとして最後におすすめのラーメン店を1つ紹介していきます。名古屋市北区の黒川駅近くにありますこちらの銀屋さんというラーメン店もおすすめなんです。こちらがこのお店のメニューとなっていますけれども、がっつりの混ぜろうをぜひ皆さんに注文していただければと思います。こちらがこのお店の人気メニューの1つでもあります混ぜろうと、こちらのマゼロの特徴はどでかいエアーズロックチャーシューに野菜と背脂たっぷりで、特製の甘辛ダレも抜群に効いている、まさにキングオブジャンクと言われているこちらのお店の人気商品です。こちらのマゼロに使用されている麺というのは太麺でございます。噛むたびに風味を楽しんでいただける麺に仕上がっております。名古屋の台湾系まぜそばは有名なんですけれども、二郎系のまぜそば的な感じだと思っていただければと思います。二郎系ラーメンとは少し違ったまぜろうを味わいに銀屋さんに足を運んでいただければと思います。さて今回紹介したラーメン店のおさらいです。麺屋満天さんと、そして名古屋市長区の伏見にございますラーメン大さん、そして東京都を中心に店舗展開しているラーメン豚山さんの合計3つを紹介してまいりました。皆さんに印象に残る二郎系ラーメンはございましたでしょうか。名古屋に来られた際のぜひとも参考になればと思いますので、ぜひチェックしてみてください。ベッキムが個人的におすすめするのが2つ目に紹介をいたしました名古屋市長区伏見にありますラーメン大さんです。ぜひ足を運んでみてください。最後までご覧いただきありがとうございます。今後も美味しい料理をたくさん紹介していきます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは See you!